田原敬吾は神奈川県横浜市世役出身の元プロ野球選手。小学2年から野球を始める。瀬谷中時代は横浜セアボーイズに所属し、エースとしてチームを引っ張った。幼少期からの憧れであった横浜校に進学すると1年時の秋からベンチ入りする。2年時の春にはチームが第83回選抜高等学校野球大会に 出場するが、自身は疲労から来る左手の神経麻痺により登録を外れた。2年時の夏は、投手だけでなく一塁手や外野手もこなす控えとして復帰し、一学年先輩の近藤健介や乙坂、里藤らともに第93回全国高等学校野球選手権大会に出場。3回戦の智弁学園高専で9回表に5番手として登板し、 打者一人を抑えた。三年時の春は、第84回選抜高等学校野球大会に出場。ベスト8で、関東第一校に2から4で敗れたが、3試合すべてに3番、右翼手として出場した。三年時の夏は、神奈川県予選ベスト8で、松井勇気擁する霧光学園校に3から4で敗退したが、自身は、 背番号9ながら、投手として5試合すべてに登板した。2012年9月末に、読売ジャイアンツの入団テストを受験した。このテストに合格したことから、2012年のプロ、野球育成ドラフト会議で、巨人から1巡目で指名。育成選手として契約した。2013年には、イースタンリーグ公式戦1試合に登板したが、3回5失点という内容で、 敗戦投手になった。2014年には、イースタンリーグ公式戦2試合に登板、通算1イニングを投げただけで、シーズンを終えた。2015年には、イースタンリーグ公式戦5試合に登板、1勝1敗、防御率4.30を記録した。2016年には、イースタンリーグ公式戦15試合に登板、5勝1敗、防御率1.82という好成績を残した。 しかし、支配下選手登録に至らないまま、10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。NPB 他球団での現役続行を希望していることから、2016年11月12日には、阪神甲子園球場で、開催の12球団合同トライアウトに参加。シートバッティングの対戦で、打者3人を相手に、1奪三振1飛安打という結果を残した。 時速140キロメートル前後のストレートと時速100キロメートルにも満たないスローカーブが武器。強権であり、高校時代は外野手としてスタメン起用されるなど、強弟の打撃も魅力である。自身と同じサワン投手で育成選手として巨人に入団した山口哲也を目標の投手に挙げている。ありがとうございます。